ジエッジは、イングランド生まれ、アイルランド育ちのロックミュージシャンで、u 2のギタリストである。本名は、デビッド・ヒューエル・エヴァンス。ウェールズ系である。ジエッジというステージネームの由来は、本人の説明によれば、顔や鼻の形が角立っているからだという。ローリングストーン氏の2003年8月号のカバーストーリー、ローリングストーンの選ぶ。 歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて第24位。2011年の改訂版では第38位。兄のディック・エイヴァンス・ロンドンで生まれ、幼い頃にアイルランドのダブリンに引っ越す。ギターやピアノを習い始め、手先が器用なためギターを自作したこともあった。高校時代、兄ディックと共にアマチュアバンド結成に加わり、1979年に U2 として、 シングルデビューする。なお、ディックはデビュー前に脱退し、バージンプルーンズのメンバーになっている。以後も U2 のメンバーとして活動を続ける。演奏法や機材の研究を重ね、空間的な音作りを追求。1980年代後半のヨシア・トリー、魂の叫びなどで独自の演奏スタイルを確立した。ゾーロパではプロデュースにも参加している。 私生活では、1983年に結婚して、その後3人の子供が生まれるが、1996年に離婚。2002年に再婚し、二次を設けている。二人目の妻、モーリー・スタインバーグは、振付師で U2 の z t ティツアーにベリーダンサーとして出演している、時に知り合った。キーボードを弾くジエッジ過去のライブ映像や、 インタビューなどで使用が確認されているものを挙げる。エッジの1964年製、ボックス AC30TB。ありがとうございます。